こんにちは、日向坂46の加藤志穂です。皆さんちょっといいですか？私最近実はすっごくアクロバットをしたくて、あのアクロバットを習得したら自分の特技にもできるし、日向坂46のライブであの披露してもっと盛り上げられるかなと思って、だからすごいアクロバットに興味があるんです。すごい動画を見たり、あの自分で自己練習みたいな感じでお布団にバーンってやってみたりしてるんですけど、なかなかできません。でもいつかできるようになりたいです。はい、そんなことより私たちは光 TV で、あの新番組日向坂46です、ちょっといいですかが3月14日に放送がスタートします。私たちが記者になって奮闘する姿が見れると思うので、皆さんぜひ見てください。楽しみにしててね。バイバーイ